皆さんこんにちは。こんばんは。シミリスのシュです。今回は角 X と角 Y を求めていこうと思います。今回の問題は文字を置き換えるか、もしくはなんか、記号ですね。で置き換えたら簡単になるような問題です。それではやっていきましょう。はじめ、X を求めていきます。この時に補助線を引いていきます。そうすると、ここが半径であり、ここも半径であるということから、ここのマークを×という形にしておきます。また、ここも丸であり、長さが一緒ということから、底角もここね、一緒ですよね。なので、×と書いておきます。また、ここも半径、半径なら長さが一緒なので、二等辺三角形ということがわかります。この時に長さが違うので、角度が変わっていきます。なので、四角とか、まあ丸とか、何でもいいですね。三角にしておきましょう。で、ここも同じく三角ですね。今回は1、2、3、4、五角形だということがわかります。なので五角形の内角の和は540度だということがわかり、三角と×で表すと、こういうふうに表すことができる。両辺で4で割ると、×足す三角は135度と出てくる。なので、この x は×と三角なので、x×x は135度出てきました。その次は、y は簡単ですね。でどういう風にやるかって言ったら、記号 A にしておきましょうか。でそうすると、ここも角度ね、ここ A としたら、ここも角度 A になります。また、ここは角度 B で、ここも角度 B ということなので、2B 足す 2A は100、これ、O 型ね、180度だということがわかります。たら、Y というのは A 足す B なので、2で割ると、まあ、ちょっと入れ替えますね。A 足す B は90度。角度 Y は90度だということがわかります。今回は文字が使えるかどうかの問題でした。よかったら皆さんもやってみてください。それではね。バイバイ。